さあ朝10時から始まったネタ会議も時刻は、9時を回ったところでございます。11時間ですね。久々ですね。難航しますわ。いやそう、難航してる割にネタがいっぱい出てるかっていうとそうでもないので、そう辛いですね。いや本当に今日みんなの集中力が散漫すぎた。夢回りの車の話を2時間ぐらいしてたもん合計恋バナもね2時間ぐらいしてた。結婚も1時間。結婚は本当にいい時間だった。結論出ないんだよな。いや本当に結婚はねもうサブちゃんにもできないくらい濃密な話してたもんね。哲也からいいことも聞けたもんね。そうね。なんだっけ、むっさんにアドバイスしたんだよね。むっさんがね、女の子をこう育てたいって思う女の子が見つからないって言ったから、いや育てるっていう考えが間違ってますよと、モンソン叩いたんですよね。うん、なんだろうな、そうやって言われるとめっちゃ上から目線やんって言われるからなんか誤解を生じそうだけどまあなんだろうな、欠点あるよねお互いって言って、その欠点もじゃあお互い成長していけるようなっていう話の流れでそうなったね。メスさんが言ってたのはお前の欠点はここだから直しなさい、でもあなたの欠点もここだから直しなさいっていう、このね、うん、直しなさい同士だけど切磋琢磨タイプね。俺がこうした方がいいよって言ったのはもう、あなたのここ素敵ですね、私は真似しますね、いやでもあなたのここも素敵よ、私も真似するわっていう関係を目指した方がいいよっていうアドバイスを聞いてますかね。聞いとるで。俺ら2回目だもん。2回目だもん。俺これ説明させないでよ。視聴者さんにさえ語っとると思ってるね。確かにね、今置いていかれたら哲也ちょっと寂しかったね。すごい、いいキモいやつ。ただキモかったよ。ごめんね変な人だった。まあいいこと言いましたからね。いや、いいこと拍手したもんね。結果俺とメスさんはまだ遠いなって。そうね、なんかそういう哲也さんの話聞いてもだって結局そうやって自分の直したいとこだけ直すだけじゃねって思っちゃった僕は。まあね、その相手のそのいいとこ見ないと知れないことがありますから。じゃあそんなサブちゃんじゃないんですね。ちなみにあと俺何様ん勝手に焦ってるけど俺何様ふざけんなよ。てめえのねそんな話じゃないんですよねこのサブちゃん。てめえな、米食いすぎなんだよなっていう。はいや驚いた、わしも。いや今ねもうほんと夜9時で早めにご飯食べないとっていうことで、僕の晩ご飯ですね、サラダとこのお肉のスパイスチキンですね。行くとムサの米がないよ弁当なの。いや夜ご飯僕米食わないもん。俺も食べ過ぎなんだよね。ちょっと今日りょうさんもちょっとハッスルしてるね今日。すごくない？普通でしょ。バーグチキン南蛮とオムライスですから気合い入っちゃってる。久しぶりにやるから。カロリーバーグ南蛮弁当の上にご飯あれじゃん、卵乗っただけじゃんそれ。いや、やりすぎなんで。りょうさんそれカロリー結構2000に近いですよ。正直すごい罪悪感があります。で、そしてとしみつさんも、うん、ドリアといただきます。バーグナンバー、まあ、これもマジでまれ。ああ、これとしみつさんも1400くらいあると思われますね、うん、これは、まあ、はい。テザさん、はい、僕ハンバーグ&チキン南蛮弁当ですね、はい、これそれだけで1500キロカロリーありますね、はい、とあとオムライスビーフシチューソース、はい、それ800ちょいありますね、はい、とマグロご飯それが400ちょいだった気がしますね、はい、まあ普通かなって感じで。いやいやすごいんだよな、元気だよ。元気だよ今もう本当に高校生の部室だよこれ。いや本当に食べ過ぎてるみんな。だって哲は米じゃん。お米大好きなんちゃう。米ですね。これあれですよ、ふざけたわけじゃなくて、うん、ガストのバイト時代の僕のルーティンですよこれは。米大好きなんですよ哲は。お米大好きだもんね、うん、本当にこれでね、いろんなお米のねあのなんか企画をさせてあげたよね。確かに米好きだもんね。で私もね、うん、今ね今夢はちょっとねタイミングがいいんだよお前のターンなんて。俺は一番びっくりしてんだよこの量に。そうだ、夢丸さんも哲也に全部任せたら同じのが来たんだよね。いや哲也となんか一回はなんかあったじゃん、哲也いっぱい食うよみたいな、うん、だからじゃあ哲也と一緒のやついいよと、うん、俺もちょっと食べてみるわって言ったら俺本当は、うん、いつも俺これだと思ったの哲也の量は。これだけ。あ、そうそうそう。で、まあ、これが来るってなったから、ね、あ、じゃあこの米はないんだなと思ってたら、これが来て、うん、これがこうでこうなったと。いや、しんぼでバイトしてた時のスタイルちょっとやろうかなと思ってね。いや、てっちゃん本当にね、米食いすぎて店長に叱られてたからね、ロス出すなって言われて。これは決まってる量なんですよ、うん。で、これもまあね、その、マグロご飯の量が一応あるんですけど、この位置、ライスを自分で装うんですけど、これは、うん、まあ、ちょっと自由が利くというか、まあ本当は普通盛りじゃなきゃいけないんだけど、まあまあまあっていう、まあまあ、ね、大盛りぐらいしていいんですけど、うん、俺は大盛りの上にもう大盛りぐらいの量を盛っちゃってたんで店長さすがにおかしいだろおかしいだろおかしいだろって怒られて、うん、お前らの住職で米が足りねえんだよってここは1個目は300円ぐらい、うん、そうで何でも食えるみたいなねこうやつがあって、うん、オムライスとかは普通にちょっとね社食っていうちょっと割引効くよみたいなやつを食った方が、うん、安いんですよ。いや俺らさ、俺らっていうかその
みんなだけどさ、うん、貧乏大学生だわけじゃん。いや、そう、哲也くんだって、あの、本当に長い時間入ったわけじゃなくて、夜3時間とか来て、こんだけ飯食ってっから、お前何しに来たの今日っていう。計算できてるよ。だから、時給600円で500円で働いてたわけでしょ。あ、そうね。飯代になっちゃってるから、まかない代になっちゃってるから。1時間目はそう。確かにすごいね、それめっちゃダメじゃん。うん、いや、やってらんないよ、腹減っちゃって。すごいね、哲也、本当に食べるな。うん、じゃあだってマグロのね、近いだしょうゆ手にびちゃびちゃついてるのそれも食ってるから可愛いもんうめえうめえ万博こそだよね、付き合ってうめえもんは食わんとかでもちょっとね、ガストはね、もう万博心呼び起こすよね、ちょっといろいろ食べたいってなっちゃうから、お寿司屋さんだったらお寿司食べよう、うなぎ屋さんだったらうなぎ食べようってなるんですけど、いろいろあるっていうのはね、じゃあ全部食べようってなっちゃうね。そう、一個でね、一個で満足できないよね。転職からね、すごいわこれ。バランスいい食事じゃん。え、ご飯もメインにこんな和食まで一緒に見たい。野菜食べないの哲也くんは。こういうの、うん、お店行ったら食う。ああ、うん、テイクアウトのサラダどうも好きにならないな。いや、すごいな、なんか、まあ、僕が言うことじゃないけどマジ太るぞお前ら。いや、本当に言うことじゃない。いや、これは重ねカロリーオーバーする理由でちょっと持ち帰ります同じ量食いましょうよ。それは違うじゃん、今頑張って食うわお腹いっぱいなんだよ一回食って、違ったなって思うのもまた勉強ですよ、ね、俺も今食い切れば分からん。あ、毎回こういうのは何だってバイトしてた時の量だから、うん、残したら、うん、ポッケに入れなきゃいけないそうだね、フードに入れる。マグロご飯ね、これ絶対に何か別のこういうおかずと食わなきゃいけないものなんですよ。まあマグロご飯ね、ガストでもうどんセットとかですもんね、うん、なんか一番コスパ悪いって思った。高いしね、値段高くて少ないんですよね。うん、多分普通にマグロっていうかこう魚がやっぱ原価高いんだろうな。うん、うん、その白い米は何マジで、うわ、すごい負け物じゃん。バーグナンバーメントすごいカロリーだからね、うん、とんでもないもん、うん、残るよね腹に、うん、まあ美味しく食べてください。おいます。美味しいです。お早い。